昭和58年台風第10号は、1983年9月24日から30日にかけて中部地方異性に被害をもたらした台風である。典型的な雨台風であり、豪雨による被害が目立った。進路図1983年9月13日9時、トラック島付近で発生した弱い熱帯低気圧は、西北西に進みながら、次第に勢力を強め、 20日21時にグアム島の南南西約 280km で台風15に昇格。23日9時には中心気圧885ミリバール、最大風速秒速55メートルの猛烈な台風にまで成長した。1951年の統計開始以降、海上において記録された中心気圧としては8番目に低いものとなる。 台風は南西諸島から東、シナ海を北上して28日10時20分頃に長崎県長崎市付近に上陸したが15時には九州の東で温帯低気圧に変わった。台風の接近に伴い西日本付近で停滞していた周雨前線の活動が活発となり各地で大雨となった。長崎市に台風が上陸した十八日十時頃から 次第に雨が激しくなり、15時頃からは、木曽川本川流域を中心に、時間雨量30から40ミリメートルの降雨が、数時間にわたって断続的に続いた。これにより、木曽川においては、愛知県犬山市の観測所で最高水位13.14メートルに達するなど、記録的な大洪水となり、300ミリメートルを超える、 大雨に見舞われた、木曽川中流域に位置する岐阜県美濃加茂市や坂保木町では290ヘクタールが浸水した。岐阜県内で4人が死亡するなど、全国で死者、行方不明44人、負傷118人、住家の前半階640棟、住家の床上浸水、床下浸水56,267棟、高地の流出、埋没、 冠水5651ヘクタール、船舶の沈没、流出、破損26隻の大きな被害が発生し、農林水産業の被害額は805億円に上った。長野県松本市の松本電機、鉄道上高知線では、この台風のために9月28日に、新島駅島島駅間が土砂災害のために普通となった。当時の安住村の集落、 観光地である上高地、乗倉高原、白骨温泉などに向かうバスターミナルは、これより7年前に、島島駅から新島駅に移転し、この区間は利用者も少なく、島島駅は駅員のいない無人駅になっていた。このため、災害復旧することなく、この自然災害をきっかけにこの区間は廃止された。ありがとうございます。